コーナープロ戦績12戦中学3年生福田海斗。さあ、実際のムエタイの試合はですね3分5ラウンドで行っておりますが、今日は少し、短縮してですねエキビジョンマッチということで短縮して行いますが、ムエタイのさまざまな技テクニックをいろいろでご紹介をしていきたいと思います。レフェリー木村。はい、いよいよですね。あんだけでかいね。さあ、勝利を祈って頭につけているモンコンを外しまして試合開始となります。セコンドは今、はい、青コーナーの方はですね、福田海斗選手の弟福田直人選手がセコンドについております。はい、兄弟で頑張れと、はい、いつもは兄弟喧嘩をしてるんですけども今日は協力してですね、はい、試合に勝つ万全の体制で臨むようですね。兄弟でね、はい、もう昨日の晩から勝つ方法を考えてたらしいですよ。本当に？それではいきましょう、ラウンド1。さあ始まりましたけども、さあまあね、あのムエタイの試合ですので、はい、まあ、最初のラウンドはですね少し相手の動きを見極める様子見のラウンドになりますね。相手がどういう風に出てくるか。そうですね、やっぱり選手によってはそのパンチで攻めてくる選手と足で攻めてくる選手がいろいろいるってことなんですね。はい、ただムエタイの、ね、選手たちですから当然その蹴り技キックなんかは非常にねやっぱりスピードが乗ってて当たったら痛そうですね。痛そうですね。痛そうですね。はい、おー、足も綺麗に上がりますね。さあムエタイはあとですねディフェンス守りの技が重要になってきます。はい、ミドルキックを、ね、腕なんかにもらったりするとやはりそうポイント取られてしまいますからね。はい、ディフェンスの技が重要ですね。さあこう軽くやってても結構目が、はい、目が真剣ですよ ね、 真剣ですね。もう高校生中学生が思えないような大人な顔してますね。1ラウンド終了。さあここから少しずつ蹴りの、ね、スピードがアップしてきたり、はい、展開が速くなってきますね。もう相手の出方をちょっと、ね、はい、判断しつつ、はい、おお、すごいですね。あえてねあのミドルキックを、ね、しっかりとディフェンスしないとポイントを取られちゃいますね。お上手にやるね。やっぱディフェンスもここの辺はね非常に重要ですね。はい、さあ今みたいに腕でもらうと、はい、やはりムエタイとしては非常に負けにつながる可能性があります。今のはもうポイント入っちゃうんですか。そうですね、うん、今のみたいに腕で受けちゃうと良くないですね。腕で受けるのは良くない。おっとちょっと強烈な技ですね。さあ効いてないよと、まあ、お互い鍛えてるんでね挑発してますね。なんかねちょっとあのこの態度なんかあのムカつきですね。はい、痛いんかいな、もう我慢しちゃった。もうちょっと我慢しろよ。第2ラウンド終了。痛いんですね、やっぱり。はい、はい、さあここからどんどんねパンチも蹴りもねさらにスピード威力が増していきます。さあここでねやっぱりもらってしまうとね、はい、やっぱり良くないですね、はい、どんどんディフェンスもしっかりと、ね、しないといけません。おっと上手ですね。スウェーバックという技術ですね。上手に避けてます。これ当たるとでもすごいですよね。そうですね。おっと、はい、高いですね。なんか余裕ですね。おっとちょっと蹴った方よろついてますけどこれ大丈夫でしょうかね。かわされてよろけちゃってますね。さあここからどんどんスピードが上がっていきます。はい、結構真剣ですよ、はい、ですね。さあこうやってねあの相手をこかしたりするとね非常にポイントになるんですね、はい、リングに転んでしまうと、はい、やはり負けにつながっていきます。おっとダウン1、2、3。踊ってます。あでも回転踊ってます。6、7、8。ユーマ選手ダウンですけどもここ大丈夫でしょうか、はい、頑張れという声援は出てますけど、頑張れ出てますけども、はい、さあここ福田選手はねどんどんちょっと攻め込んでいきたいですね、はい、さあパンチねパンチでちょっとラッシュですかね。
それでは行きます。ラウンドフォー。さあ、ムエタイの試合では一番重要なラウンド、第4ラウンドですね、はい、ここを制した選手が勝つ、その可能性が一番高いですね。重要ですね。さあ、どんどんもっと蹴り合い、蹴り合い、素晴らしい蹴り合いですね。はい、ここでやっぱりね、一歩も引いてはいけませんね。はい、やっぱり攻めていかないと。ちょっとこれ危ないですね。肘打ちが当たるとね。はい、これ今、ゴンって言いましたけど。ゴンって言いましたけど。ゴンって言いましたけど。ちょっと顔がマジになってますよ、もう。さあ、目がね、ちょっとね、笑ってませんよね、お互いね。勉強では、ね、はい、負けるけど。やっぱり相当、おっと、強いキック、ハイキック。ユーマ選手にしてもやっぱりね、ここは高校生の時期ですね。やっぱりここはあのかっこいいとこ見せて彼女を見つけないと、そうですよね、ちょっとまずいですね。はい、おー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 、これはハイキックが当たりましたけど、3 4 5 6 7 8。さあ、ダウン取り返したユーマ選手、はい、ここどんどん攻めていきます。おっと、パンチを出す、パンチ攻めてます、攻めてます。さあ、彼女が言うからってちょっと舐めるんじゃないよという感じですかね。ここでゴン、いきましょう、ラストラウンド。さあ、さあ最後ですからね、はい、ちょっとここで決めないと、ね、どっちが勝つかですね、はい、ここでお互い決めてくれるかと思います。カイト選手もね、おっと、レフリーダウン、1 2 3 4 5。ちょっとレフリー切ってますけど、ちょっと驚きましたね、今驚きですね。さあ、ここでね、一発でも上手に当てた方が、はい、勝敗がね、おっと、海人選手、アピールしてますね、アピールしてますね、アピールしてますね。さあ、ちょっと今選手もここで一回当てないとね。おっと、さあ、ユーマ選手がアピール。さあ、蹴ってこいって言ってますけど、こい、こい言ってますよ、こいって。さあ、ここで最後一発ね、お互い一発で当てます。最後、おっと、はい、さあ、打ち合い。さあ、どっちだ、足を止めてる、ちょっとよろけてる、さあ、どっちだ、これ、はい、ゴーン。判定をお願いいたします。判定、赤。